8月20日は信号機の日だ。ついに主が信号機の日に動画を投稿した。さあ今回は信号機の日ということで、角型アーカイブスペシャルです。今までの角型当時の撮影記録を全て紹介していくよ。これは長くなりそうだな。黙らっしゃい。それでは行ってみよう。まずはエントリーナンバー1、全州久志角型さんです。この角型さん、なんと見た目の割に古く、昭和44年生です。昭和44年生だと？はい、この陶器はあのかの有名な、宇坂の角型の次の世代のものであり、とても古く、とても珍しい陶器となっております。ちなみに言っておきますと、今残っている袋井の角型は、この陶器の次の世代のものです。現在この陶器は現在、低コストに交換されており、この場所を最後にこのタイプのものは、坑道から絶滅しました。そんなにレアな陶器なんだな。さあ続いてエントリーナンバー2、タデラの200ファイ角型です。行動で最後まで残った200ファイの角型です。最後は電材1体系に交換され役目を終えました。エントリーナンバー3、ヒローの日清角型。タデラの角型の250ファイバージョン、このタイプももう残り2箇所となってしまいました。エントリーナンバー4、肩隠し久し角型。肩隠し久し月の恋と角型です。上名盤となっており、かなりレアです。ここを最後に、肩隠し久し月の角型は絶滅しました。エントリーナンバー5、日清角型2頭です。この陶器は色の角型の2頭バージョンで、青赤配列となっています。青赤配列の2頭角型はとてもレアで、おそらく全国に2機しか存在しません。そしてついにラスト、エントリーナンバー6、節約陶器です。はぁ、角型じゃないんだぜ。一応共産角型筐体なので、角型として捉えてます。こちらは広島県に存在する陶器です。もともと広島には角型、筐体の節約陶器が結構存在していたのですが、更新が進み、今やここだけとなってしまいました。共産角型250ファイは5年ほど前に絶滅してしまったため、坑道に残る共産角型250ファイ筐体の3位等の陶器もここだけということになります。こちらの動画はノーカットでお送りいたします。お急ぎの方は飛ばすのを推奨します。おまけです。全チャンネルで投稿していた角型、縦の動画を流します。編集が手抜きなんだぜ。黙れ！これで全ての動画が終わりました。主も結構角型を撮っていたんだな。2019年頃を中心に撮っていたみたいです。